やりましょうか。東大のね、2005年の4の B ってやつかな。4の A ってなんだっけ。ああ、これか。不要語削除問題ってやつね。その後、これなんですけど、要するに和訳だよね。英文和訳、1、2、3、3つあって。The scientific revolution is the term traditionally used to describe the great intellectual triumphs of 16th and 17th century Europe, European astronomy and physical science. な、それでずっと続いてここまでか。ね、3つや和訳するんだけど、ちょっと和訳の部分だけね。Hopes were expressed that the understanding and control of nature would improve techniques in industry and agriculture. 2番目が、The hostile and mysterious environment of the natural world would, people believed, yield its secrets to human investigation. で、最後が、The belief that the universe is a machine and that it might contain other worlds like the Earth threatened traditional assumptions about the uniqueness of man, leading to a denial of the doctrine that the universe had been created for the benefit of man. 和訳するんですけども、なんていうの？東大の問題っていうのは結構良問が多いっていうのは確かなんですけども、例えば京大とかと比べてね、本当にいろんな、なんていうの、和訳の能力も見てくれるし、文法の能力も見てくれるし、テストしてくれるし、ね、要約するような力も見てくれるしっていう感じで、いろんな、力を見てくれるから結構やり安いことは安いよね。だからよく東大の問題はね、本当にいい問題揃いだってよく言われるんだけども、まあ確かにそうなんだけどもね、ただどうしてこんな問題つくんだろうっていう問題もあるよね。それがこれかな、ね、どういう意味でかっていうとね、この問題さ、どこやったっけ、ちょっとここへその英文だけ書いたんですけどね、Hopes were expressed that the understanding and control of nature would improve techniques in industry and agriculture. もうここだけでさ、Google の翻訳があるんだけども、させると、こんなふうになっちゃうわけよ。どうしよう、ここやろうか。自然の理解と制御が産業と農業の技術を改善するだろうという希望が表明されました。ね、はっきり言ってこれでね、もうほとんど満点なのね。だから翻訳、自動翻訳でもできるわけよ。ちょっとちなみにね、他のその赤本とか青本の訳見たら、自然を理解し支配することで、農工業の技術が向上するだろうという希望が表明された。自然を理解し支配することで農工業の技術が向上するだろうという希望が表明された。ここはただね、その Google の翻訳は自然の理解と、要するに名詞構文がちゃんと訳してないだけで、別にこれでもいいと思うんだよね。自然を理解し、制御することがってやってもいいし、ね、やればさらにいいけども、これもうほぼ満点だと思うのね。ちょっとどうしようかな。Google 翻訳って書いておこうか。だから、要するに他のとこ読まなくてもできるわけよ。それもこれだけだったらいいんだけどもさ、他のとこ、あとの3つもね、翻訳か。翻訳。あとの3つも他のとこ全く読まなくてもできる問題なのね。これはまあ難しくないよね。Hopes are expressed。ほんで、Hope の、なんだっけ、同格？
が that 以下で that the understanding and control of nature would improve techniques in industry and agriculture。 ここの部分が要するに文系を表しているわけでね、 nature をアンダースタンドしてそしてコントロールすることっていうことでね、名詞構文っていうのかな、ね、なんか最初読むとね結構サイエンティフィックレボリューションとか書いてあって結構難しいような感じを受けるんだけども、でもねこんなとこ何にも読まなくてももうできるんだからあんまりいい問題 だとは言えないわけね。2番目のとこもそうです。 The hostile and mysterious environment of the natural world would people believed yield its secret to human investigation。 これも翻訳させるとどこだっけ、これか、こうかな、自然界のなんだっけ、自然界の敵対的で神秘的な環境は人間の調査に秘密をもたらすと信じられていました。うん、まあちょっと不自然かなって思うけども、ちょっと待ってね。こうか。これも他の参考書とか見たらこんな風になってるのかな。赤本は2つなんか載ってたね。どこだっけ、これか。自然界という敵意に満ちた神秘的な環境も人間が探求することでその秘密が明らかになるだろうと人々は信じていた。うん、信じられていました。あー、これ動体に訳したんだね。うん、でもいいよね、これは受動態に訳してもね。うん、うん、自然を理解して制御することが、ええ、あ、違う、ん、ちょっと待って、これは違うな。あ、これは関係ないのか。え、ちょっと待ってね、これ関係ないね、ごめん、これ間違った。あ、ほんのこれはないのか。ちょっとアホンはなんだっけ、寸大のやつか。寸大のやつはよくわかんないけども、赤本はこういうふうに訳してあるのね。これもそんなに悪くないよね。人間界の敵対的で神秘的な環境は人間の調査に、まあ人間が調べればっていうことでね、秘密をもたらす。まあ秘密を明らかにしてくれるっていうことでね。ね。これもまあ、うん、10点中88点ぐらいはいけるんじゃないかなと思うのね。The hostile and mysterious environment of the natural world would yield its secret to human investigation、ね、まあ単語は難しいけどもね、 yield、ね、give ってことだよねこれね、うん、これであと people believed は一番最初に置いて考えれば People believed that the hostile なんとかなんとかね。3番はちょっと難しいかなと思うんだけども、The belief that the universe is a machine and that it might contain other worlds like the Earth threatened、traditional assumptions about the uniqueness of man, leading to a denial of the doctrine that the universe had been created for the benefit of man.これもね、やってみると、翻訳やってみると、またね、こうか。こんな感じになるんですけどね。あ、間違った。ん？これ何？あ、これは関係ないのか。人間は機械であり、嘘。ちょっと待って。違うな。あ、そっか。これでいいのか。
人間は機械であり、地球のような他の世界を含むかもしれないという信念は、人間のユニークさについての伝統的な仮説を、仮定を脅かし、宇宙は人間のために作られたという教義の否定に至りました。ね。これも、まあ、日本語になってるじゃない。硬いとはいえね。赤本とかの訳はこうなってるのね。宇宙は一つの機械であり、そこに、宇宙と似た世界が他にもあるかもしれない。あ、地球とか。要するに地球みたいな星がどっかにあって、人間型のその生命があるんじゃないかなっていうことだね。かもしれないという考えは、人間が唯一無二の存在であるという伝統的な前提。つまり、要するに聖書に書いてあることによると、そういうことなんでね。人間のために神が世界を作ったという感じでしょ。脅かし、宇宙が人間のために創造されたという教義の否定につながっていった。ここはちょっと構文的には難しいけどね。The belief の同格が that the universe is a machine and that it might contain other worlds like the earth。 ここまでが主語か。要するに同格が2つあるわけか。そうだよね。要するに宇宙も機械みたいなもんで、そして it might contain だからっていうことか。other worlds like the earth。 地球のような星が他にもあるっていう、belief は threatened、あ、そうか。traditional assumption。昔からのその、なんていうのかな、アサンプションを、脅かしたと。どういうのかっていうと、leading to a denial of the doctrine か。そして否定につながるわけだよね。こういう教義のね、聖書の教義の否定につながるわけよ。どういう教義かっていうと、that the universe had been created for the benefit of man。ちょっとこれは構文的にちょっとだけ難しいけども、でもね、機械翻訳でもうまく訳してあるよね。だからね、なんていうのか、AI はその東大に受かるかとかいう、なんかそういうプロジェクトがあるみたいだけども、こういうふうな問題だったら、確かにね、翻訳という英文和訳だと、合格だよね、ほとんどね。翻訳か。だからこういうのはあんまりいい問題だとは言えないわけね。あるいは逆に言うと、それだけ良くなってきたわけでね、自動翻訳がね。例えばさ、I am a good speaker of English。 こういうのでもさ、ちゃんと訳せるわけよ。私は英語が上手です。うまいでしょ。ところがさ、これをね、なんだろう、ジャーマン。ドイツ語に変えたら、あ、ドイツ語もなんのか。ちょっと待ってね。フレンチはダメかな。アラビックは？アラビック。ね、こうなっちゃうわけよ。私はアラビア語の良い話者ですと。あるいはさ、ちょっと複雑な構文になると、例えばね、いわゆる英文解釈とかで出てくるようなこういうやつね。Is the Yamada you speak of a tall man？ これもちろん、あなたが話している山田さんっていうのは背が高い人ですかって意味なんだけども、山田さんは背の高い男の、山田さんは背の高い男のことですか。話すっていうのが抜けてるんだよね。なんだろう。あるいは、まあこういうのはできないんだよね、まだ。Why don't you make yourself at home? At home。 これちょっとシャレみたいなもんなんだけど、make oneself at home っていうのはくつろぐってことでしょ。ね。ほんで、ここの at home は家ではってことじゃない。家ではね、自分の家では、
くつろぎなさいよとか、あるいはなんでくつろがないんですかって意味だけども、ね、おかしいでしょ完全ね。あるいはね、もっとひどいのはどうだろう、こんなやつなんだけども、used economically, one can will last for、at least four weeks。 これちょっと難しくてね、 one can ってなっちゃうんだよね、どうしてもね。 one can なのよ、一つの、あの缶はっていうことね、あのジュースの缶ね、その缶を、あ、ジュースの缶じゃないか、なんか食べ物が入ってる缶かな、それが、それを、経済的に使えば、まあ、節約して使えばっていうことか。will last、持つんだと。for at least 4 weeks、4週間持つと。これはもう全く違うね。経済的に使用すると、少なくとも4週間は使用できます。主語は大体ないもんね。主語はこれだと思ったんだろうね。one can ってね。この、でも can will ってのは完全おかしいしね。要するに、ちょっと複雑な、なんていうのかな、構文だと訳せないわけよ、まだね。だからそういう問題を本当は出すべきなんだけどね。例えば、これなんていいと思うんだけどね。だいぶ前の問題なんだけどね、よくこれ取り上げられています。ね、ちょっと読むよ。1980年だからね。I want to talk about memory.Memory and the loss of memory、about remembering and forgetting. My own memory was never a good one, but such as it is or was, I'm beginning to lose it, and I find this both a worrying and an interesting process. What do I forget? I won't say everything. Of course, that、would be going too farI am not the champion class. I、like Lord William Cecil. ここからなんかいろいろまだ続いていくんだけども、下線部だけ和訳する問題なのね。こんなたったこれだけのものを訳させるんだけども、これはちょっと自動翻訳じゃできないわけね。ちょっとやってみると、まあ、こういうふうになっちゃうんでね。私はすべてを言いませんと、これかな。これはまあ罰っていうのはわかるよね。なんでかっていうと、なんだろう、not と 100% を表すものだから、言葉だから、これは部分否定になるわけでね。私はすべてを言うつもりではないと。全てを言うわけではないと。まあ 80% は言うけども、あとの 20% は言わないよっていうことなんだけども、ただそれ分かっても、そうだと思っても、これはもう完全に間違いなのね。これはね、よく取り上げられているんで、参考書とかね、あるいは YouTube 見てもあるかもしれない。だからそっちも見てほしいんだけども、一応簡単に説明しておくと、要するにこの人の記憶力がだんだん衰えているわけだよね。ね。ほいで、What do I forget? ね、どういうことを忘れるかですってって言って自問自答しているわけだよね。じゃあ、I won't say everything なんだけども、後のやつ見たらね、Of course, that would be going too far. それはちょっと言い過ぎでしょうと。ね、私はすべてを言うわけではないっていうのは、なんで言い過ぎになるかってことでね。なんないよね。こういうふうに言うのは、ね、こういうふうに言ったら、それは言い過ぎですってことでね。つまりさ、これはね、I won't say、 まあこれ言えばわかるんだけども、なんか省略されてるわけね。何が省略されてるかっていうと、もちろんこうか。I won't say
省略されてるってことは、要するに前に書いてあるから省略されてるわけで、I、ここでいいのかな ?I forget. I won't say I forget everything. そうやね。まあ、ざっと入れてもいいけど。私は私がすべてを忘れたとは言いませんと。要するに覚えてることもあるっていうことよ。ね。だから役にはで、そうだね。忘れるっていう言葉入れといた方がいいよね。ね。すべてを忘れたなんていうことは言いませんと。ね。こういうのがいい問題だと思うんだけどね。うん。だから、まあ、この2005年の問題はね、ちょっとまずいかなと思うよね。うん、自動翻訳でもできる問題だからね、うん。実際、前後読まなくてもできるんだからね。うん、だから読んだ人は損だっていうかね、うん、時間的にね。できればこういう問題じゃなくて、ちょっと短くてもいいから工夫した問題の方がいいよね。はい、ということで終わります。